川口真由は社長秘書、元三重テレビアナウンサー、三重県津市一新伝と世の出身、小学1年生時からエアロビック競技を開始し、中学3年時から岐阜県のチームに所属、大学在学時までプレーしており、3度の日本一を経験、法政大学スポーツ健康学部スポーツ健康学科に進学し、在学時は自主マスコミ講座に所属。また、 アナウンススクールでは、テレビ朝日アスクに通っていた。20歳の時に、地元津市のミスコンテスト、ミスに応募し、2013年度のミスシーンに選出される。2016年3月、同大卒業後の同年4月に、地元津市に戻り、三重テレビに入社。入社後、ストレートニュース番組やローカル情報番組のアシスタントを担当。その後、 アナウンサー職に疲れたこともあり、2018年7月末付で30テレビを退職。退職後に再び上京し、大手化粧品会社の会長秘書職に転身。その後、電気工業に移籍し、同社代表取締役社長の秘書職兼広報を担当。社長である松沢美紀夫がシンガーソングライター美きおとして番組出演してることもあり。 相手役として番組出演している。また、前述のエアロビック競技でも2018年の鈴木ジャパンカップ第35回全日本総合エアロビック選手権大会にグループ名古屋代表で出場している。三重テレビ時代ラジオハット AB 寿司スポーツ奨励賞受賞者寿司教育功労者。 広報つつ、https コロンスラッシュスラッシュ www.tokyoofice.st.tsu.me.jp スラッシュ www スラッシュ広報スラッシュ22034ドット pdf2020 年11月30日閲覧。ゲーテ2019年10月号秘書グラビア、情熱パーソン元アナウンサーの秘書がこだわる。 コミュニケーション術とは秘書列伝一。ゲーテ、2020年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月20日閲覧。AB、多くの出会いや刺激を糧に、今できることに、積極的にチャレンジスポーツ健康学部スポーツ健康学科2年。川口真由さん。 補正オンライン、https コロンスラッシュスラッシュ iab.yomiuri.co.jp スラッシュ adv スラッシュ補正スラッシュスチューデントスラッシュ vol03.php2020 年11月11日閲覧合格者一覧2016年度実績総数テレビ朝日アスク2020年8月8日閲覧 ab アナウンサーから 会長秘書へ、元ヤロビック選手、川口真由のライフワーク、アシスト2020年11月30日閲覧。ありがとうございます。